みなさんこんにちは、みかんくるです。かぎ針編みで作るハングル、今回は母音のや、よ、よ、ゆの作り方をご紹介いたします。材料です。今回使用するのは、皆さんのお好きな毛糸と糸の太さに合ったかぎ針、とじ針とハサミです。ちなみに今回私が使用するのは、韓国ではマシルという名前で販売されているこちらの糸になります。日本ではエッグブラムさんのブランドからリネンコットンベタートギャザーという名前で販売されています。ぜひ参考になさってみてください。まずはじめに、鎖編みを作るための始めの結び目を作ります。鎖編み4目を編みます。1、2、3、4、針に糸をかけてから2番目の鎖編みの裏山に針を通して、長編みを1回編みます。針に糸をかけて、はじめに編んだ鎖編みの裏山にも同じく長編みを1回編みます。次に鎖編み5目を続けて編んでいきます。1、2、3、4、5、針に糸をかけてから3番目の鎖編みの裏山に針を通します。ここから長編みを3目続けて編んでいきます。1、次の目に移って、2、次の目にも3、長編み3目が編めたら、次に鎖編みを8目続けて編んでいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、針に糸をかけたら6番目の鎖編みの裏山に針を通します。ここから順番に長編みを3目編みます。1、2、3、次に鎖編みを4目編みます。1、2、3、4、針に糸をかけたら2番目と1番目の鎖編みにそれぞれ長編みを1回ずつ編み入れます。次に横向きになっている長編みのところに長編み2目を編んでいきます。まずは針に糸をかけたら
この裏山のように後ろにポコッと出っ張っているところに一つ目の長編み、二つ目の長編みも同じく後ろに裏側の一本をすくって長編みをいっぱい編みます。次に鎖編み三目のところにそれぞれ長編みを一回ずつ編んでいきます。1、2、3、するとまた横向きになっている長編みが出てきました。先ほどしたのと同じようにここに長編み2目を編みます。まずは1つ目の裏山に長編みを1回、次の後ろの1本をすくってここにも長編みを1回編みます。次に初めに編んだ鎖編みのところに引き抜き編みをします。これで編み終わりになります。糸をカットして出ている糸端を始末します。糸の始末ができたら、これで母音のや、よ、よ、ゆの完成になります。今回も最後までご視聴くださいましてありがとうございました。